範囲に手を洗います。はい、始め。激うま簡単おつまみ、塩昆布とキャベツとごま油だけです。使うのは包丁も使わなくてもいいです。私はちぎったキャベツのが好きです。それをごま油で炒めます。ごま油を入れて温めてます。はい、出来上がり。はい、出来上がり。ちょっと飾りでごま。こんな感じで簡単で美味しいですよ。やってみてはいかがですか？